森小平です。12月の31日大晦日、今年も年越しキャンプへ行くよ。キャンプで始まりキャンプで終わるという、今年もいい1年でございましたね。今年もキャンプ納めをして、そして正月からキャンプ始めができちゃうというね、これも年越しキャンプは一石三鳥でございましてですね、キャンプ納めができる、そしてキャンプ始めができる、そしてキャンプ始めマウントが取れちゃうというね。あれ、お前今年まだキャンプ行ってないの？俺も1月の1日から行ったぜ。すごいだろという、もうマウント始めがバンバン取れちゃうっていうね、素晴らしいですよ年越しキャンプ。そして今年もですね、神奈川県にある田代運動公園というね、これまたあの無料のキャンプ場へ行きたいと思います。去年のね、田代運動公園はかなり賑わっておりましてですね、もう隣のおじさんたちが中島みゆきコンサートを始めちゃうということがございましたけどもね、あの中島みゆきの歌を大音量で流し出すということがございましたけどもね、今年もあのおじさんたちに会いたいね。そしてまたあの中島みゆきで締めくくらしてくれよ、あの方たちがまたね見たらぶっ飛ばしてやろうと思いますね。ということで大晦日年越しキャンプツアリング行くぞい。今年は本当にいろんなところに行かせていただきましたね。まあ北海道行って、東北行って、もういろんなところをお邪魔させていただきましたね。各地で出会った皆さん、まあ、そしてね、こうチャンネルを見てくださってる皆さん、本当に今年ありがとうございました。来年もね、いろいろとね、やりたいことができてきましたんでね、まだ行ってない地域にね、キャンプ行きたいですよね。関西回ったり、まあ、中国地方も行ってないしね、信州とか、まあ、そしてあの関東もやってないということなんでね、行ってない地域にね、どんどんキャンプをしに行きたいと思います。はい、こんにちは。お疲れ様です。そして私ですね、本業が役者でございますので、来年やりたいことといたしまして、キャンプ場で演劇というのをねやってみたいなと思うんですけども、キャンプ演劇、キャン劇というものをね、来年ねちょっと自分のキャンプイベントなどもできればやりたいですし、本業の役者の仕事もね忙しくしていかないといけないですからね、まあ舞台にドラマに映画にね、いろんなところで活躍をしたいなと思いますんで、これを見てくださってる関係者各位の皆さん、森公平よろしくお願いいたします。もう何でもやります。チンも出すよ、全然チン出しも OK ですよ、よろしくお願いします。12月はもう仕事が結局1日もありませんでしたからね。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。そして来年の目標といたしまして、これもねぜひ実現したいなと思うんですけども、バイク女子とツーリング化したい、ただの私の欲でございます。そしてあわよくばねえ、なんかいい感じになって彼女になる、ああ今年ですね、いい出会いがないかなと思いまして、世間の皆様はこれマッチングアプリで出会うという噂を聞いたもんでですね、私マッチングアプリをね始めてみました。今の若者たちはまあ抵抗なくこれマッチングアプリを使ってるんでしょうけども、我々世代はですねちょっとこれマッチングアプリに抵抗が、ございましてですね、登録するときにですね名前を森キャンプ公平で登録をいたしましてですね、照れから来るおふざけと言いますか、なんか小学生みたいなことやっちゃったね。それでちょっと初めてどんな感じだいマッチングアプリはというのをやったんですけどもね、写真とかプロフィールを見てこういいねと思ったらいいねを押して、お互いがこれいいねボタンを押したらこれマッチして、メッセージのやり取りが、できるというやつなんですけども、誰ともマッチいたしませんね。これやっぱ森公平でちゃんとねあの名前にして写真もちゃんとやらないとこれ誰ともマッチしないなと思いまして、名前を変更しようとしたところですね、できません。もうこれあの登録したらあの名前が変えれないという済みましたね。
最近ですね、性格診断というものをやってみたんですけども、まあこれネットでだいたい10分ぐらいかな、なんか質問に答えていくと、あなたの性格はこういうタイプですというね、診断が出るんですけども、私それやってみたところですね、トップオブ孤独というね、診断結果が出ましたね。なんだよトップオブ孤独って。おっしゃー、晴れたー、気持ちいい。そうさめ、なんか今なんか首がなんか寝違えた、首が痛え。はい、こんにちは。相川町お邪魔します。そして相川町の皆さん、今年もよろしくお願いします。この辺りの無料キャンプ場はここの相川町のね、皆さんの協力のもと成り立ってるということなんでね、我々もね、感謝を忘れずに、そして来た時よりも綺麗にしてね、お返ししないとね、迷惑をかけることのないようにしないといけないですね。さあ今年も年越しキャンプ盛り上がっておりますね。お、いっぱいだね。おっしゃ、到着いたしました。はい、田代運動公園仮設おさめのお邪魔します。よいしょ、到着。田代運動公園キャンプ場、もうね、今日はもうテントにこもるんでね、もうロケーションはもうどうでもいいということなんで、この辺どうだろう。よいしょ。うわ、なんか焚き火の跡があるな。嫌な感じだね。ねえ、この焚き火の跡にこういうゴミがね、もう何やってんだよ。よし、
怖いよ。あっち。よいしょ。
そうだね。いただきます。うん、うん、うまっ。うん、うまっ。よいしょ。ああ最高だ。うん、うわ、すげえ昆布の匂い。うん、うん、うまい。うん、ラーメン、うん、有名。うん、うまっ。うん、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 うま
ました。おめでとうございます。犬、田代運動公園さん、ありがとうございました。ツーリング始めもできちゃってる。あー、この一石二鳥か、気持ちいい。お、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 来るよ来るよ来るよ。はい、初赤信号、はい、初停車、初交差点進入、そして初乗り込み確認、OK、よっしゃ、初左折、よっしゃ、華麗に決まりました。幸先の良いスタートでございます、2024年初年の男が相川町を後にいたします。そして今日めちゃくちゃあったけえというか、めっちゃ暑い、マジでもう汗ばんじゃってるもんね。今年初汗ばみ、なんだ汗ばみって。初リーン、オッケー、危ない危ない危ない、初危ない、あー最高、やっぱりバイクは最高だね。初トンネル、お邪魔します。初ブレーキングからの急カーブを攻める、アウトイン、アウト、アウト、交差点確認、アウト、おっしゃー、気持ちいい。初ガタガタ道、あー、この道もアウト、イン、初一時停止、はい、止まって、右左、初高速道路、初一時、お邪魔します、初車線変更、初追い越し、おー、その先
崎です。初パーキング、初駐車、はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは、東京ただいま。皆さん、改めまして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年はですね、まだ行ってない地域いろいろとね、行けたらいいなと思いますんで、ぜひとも、応援のほどよろしくお願いします。あなたの街へお邪魔するかもしれません。その時はよろしくお願いします。うんこしてえな。ああ、超うんこして。ああ。